こんにちは、ドクターネックスです。さあ今日は本日11月29日、明日からですね、新しいガチャがきます。千年決戦編ガチャ、明日。今日はガチャ前評価いってみましょう。いや、待ってた人多いんじゃないですかね。まさき、そして若い一心とかね、若い龍拳とか欲しいという人は今までもたくさんご意見を見ていましたんで、待ってた人も多いと思います。さあこの熱いガチャ紹介していきましょう。下からいこうかな。まずは石田龍拳。まずはツイッターに上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。問題は何もなかった。龍拳は青攻撃タイプの強攻撃特化型死神キラー。ソウル特性で強攻撃クールタイム 14% 短縮、強攻撃ヒットスアップ、範囲アップ、強攻撃ダメージ 60% アップ、そして青無効の無効化。力の死神キラーで、クール 14% 短縮なので、リンク要因としても腐らない。状態上がないんで、普段だったら40、40、60っていう形で通常強攻撃必殺技が上がるとこですが、龍拳は40、60、60。強攻撃がちょっと強いですね。で、強攻撃範囲アップがあって、青無効の無効化があると。全属性ね、これまでにその無効の無効が出てるんで対応できるとこでしたが、龍拳が力属性では2体目ですかね。5周年1号に続きましての2体目ですね。あっちは赤無効の無効で、こっちは青無効の無効だ。それぞれ 今後、反対で出してくるのかなと。まあ、変わんねえけどね。まあまあ、こうやって、その、反対の青無効の無効とか赤無効の無効とかが出てくるんじゃないかなと思います。強3画面全体、強2が自分を中心に広い範囲、強1が前方で、通常の射出は早めで、距離はまあそんなに長くはなさそうでしたね。今回のガチャはどれも60巻に出てくるとこですね。で、何もなかったとは言ったけど、打ってはないよね。戦いの描写はなかったですね。いやー、このクール14っていうこともさることながら、40、60、60で青向こうの向こう使いやすいですね。非常に使いやすいと思います。なんか、力の死神キラー一応青、でも最近強いキャラいっぱいいるな。リジェは敵ガード向こうついてて、潜伏向こうついててっていう、これが非常にね使いやすいんですよね。ちょっとその範囲が狭いっていう点はあるけれども、で彦根は弱体持ちで、範囲アップヒットスアップついてて使いやすい。充電できてない。で、あやかし美白がもいるっていうね。層がここは厚いね。失礼。ノーシグナル。で、まあ層が厚い中、まあ青向こうの向こうがあるっていうところなんだけど、青向こうの向こうで全部の属性で見ても、結構力は層が厚いですよね。
あ、そうか、俺勘違いしてた。いちごは5周年いちごはフォローキラーとアランカルキラーか、そこ被ってないから持っとくと、巨金巨頭でめちゃくちゃ役に立ちますね。うん、でもそう熱いね死神キラーね。僕は力の白いちごとか相当評価が高いとこだし、挽回平子も、必殺レベル高く海岸もしっかりしてると、その混乱っていうことを気にすることなく使えて強いし、層が厚い中の、まあ、青向こうの向こうがあるっていう点が大きな特徴ですね。っていう感じです。強いと思います。はい、次黒崎まさき。それじゃあ動画から見ていきましょう。こちらです。捕まえた。マサキは青攻撃タイプの通常攻撃特化型無所属キラー、あ、知らんかった、無所属キラーなんか。で、氷結無効のパッシブスキルを持っていて、強2が強化技プラスバリア。原作60巻、169ページですね。とりわけ防御のブルート、ブルートベーネンの能力が桁外れだったっていうところからの、強2がバリアってところですね。強化技プラスバリア、そして通常攻撃 60% アップ、敵ガード無効、潜伏無効。いやー結構持ってきましたね、能力をね。ソウル特性が通常攻撃 20% アップで、スーパーアーマー、潜伏無効、敵ガード無効。このね、潜伏無効、敵ガード無効っていうのはね、もう一番光るとこはソロオートでしょうね。で、残念ながら、まあ、心は、時灘が同じような感じで、敵ガード向こうの通常攻撃一つアップ持ってましたが、こちらは潜伏向こうまでついていると。で、バリアと強化もあるんで、いやー、まあ、オートで死ぬことないでしょうね、きっとね。しっかり育成してれば。で、通常攻撃 60% アップ、まあ、通常振ってきましょうというキャラですね。これも強いね。まあ、バトルで使えるかっていうと、バトルではあんまりかな。そのバトルだと敵ガード無効関係ないし、潜伏無効関係ないし、で、まあ、凍らないっていうけど、最近のバトル環境で凍る敵は出てこないし、無所属の敵はいないし、まあ、その代わりに、こちらの人間クインシーに刺さる 敵もいないけど、ってどこかな。まあ、その初心者目線でバトルキャラが潤沢にいないっていう時には選択肢の一つとして入れてもいいのかもしれないけど、火ダメでもないし、ソウル属性が火ダメでもないので、あんまり選択肢としてはないかな。共闘で輝くとしたらレイドでしょうね。レイドでバン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 、バリアプラス強化攻撃貼って通常攻撃とスワップで遠くから刺すっていうスタイルは非常に強力だと思います。なので、剣八覚醒では非常に一体はいてほしいキャラでしょうね。そうか、説明しそびれてた。強3画面全体、強2、待って、画面全体だな。強2が強化技で、強1が、前方に飛ばす。そうね、強3画面全体。まあ、強攻撃は基本的に
チャピ済みにするでしょうからあんまり気にしなくていいかなとは思うけどね。通常攻撃特化型にするのがいいと思います。通常ダメージアップアップアップの、チャピ済みっていうのが適正だろうなというキャラクターですね。パッシブスキルで氷結 100% 無効っていうのでこれでまたソロが安定すると、あとはもう麻痺にさえ気をつければっていうところで非常にいいと思います。で、必殺技の場面はホワイト戦ですね。原作の、こうだな。37、38、39、40。原作40ページですね。この描写を見ると、その、赤いブシャっていうのもあるから、ダメージ食らってもよかったかなって思うけど、まあまあまあ。まあ、読んでもらえれば身を挺しての攻撃というのが分かりますと。まあ必殺でその防御低下とかもないし、なんか状態上はつくわけでもないので、あんまりまあ使う意義はないかな。強攻撃 50% アップなんで、マサキ大好きすぎて俺はマサキを今後使っていくぜっていうので冷圧特化にまあする理由はないな。まず攻撃も781で非常に高いんで、まあチャピ済みが無難でしょうね。はい、次行きましょう。ラスト、黒崎ではなく芝一心。それでは動画から見ていきましょう。燃えろ炎月、遊びは終わりだぜ。芝一心、赤攻撃タイプの強攻撃特化型フォローキラーで、フォローの回避無効付きで、毒短縮 100%、 まあ毒短縮はいらんかな。全ての攻撃で敵を火傷にできて強攻撃ヒットスワップ範囲アップ状態上プラス2秒、チームパーティー効果で即属性の強攻撃ダメージ 20% アップがあるというところで、気になるのはこのチームパーティー効果で即属性体調強攻撃 20% アップは重複しないけど、キリンジさんが即属性の死神の強攻撃 20% アップがあるんで、キリンジプラス一心のチームで例えば5周年美白矢とか使ったらパナクねって思いますけどね。ちょっとそこら辺試してみたいところですね。いやー、今回のこの一心の森川さんの演技がね、その声を若く演技するだけでこんなに違うのかと。主人公感すごくないですか。いやー、すげーなって思いましたね。そのいつものその親父のトーンじゃなくて、まだ結婚する前の若かりし頃の一心のこの声の出し方だけで、あ、こんな感じになるのかと。いやー、かっこいいと思います。ひとつ月が転生、飛び上がって大きく切り上げ敵当たった全員、当たった敵全員に絶大ダメージを与えやけどにすると。ソウル特性はクールタイム 12% 短縮。まあ、フォローの回避無効ということで、海岸の間の接待ですね。
今後ね敵の回避が多くなるとめんどくさいですね。で、通常20、強攻撃20、必殺技40だけども、チームパーティー効果の強攻撃 20% アップがあるんで20、40、40ってところですね実際は。で、強攻撃強酸画面全体で強2が前方広い範囲なんですが、今回あのツイッターの動画見ると後ろにも結構範囲ありますね。あの千年筆画やと同じような感じで後ろにも強2、多分パッと見筆画よりも範囲広いんじゃないかなっていう感じで、後ろにも結構判定がありますね。あの2回とも動画で2回その強2出してるけど、2回とも後ろに湧いた敵も倒してますね。非常に使いやすい強2じゃないでしょうか。で強1が前方と、出る時代が違えば最強のキャラと言われておかしくないけど、まあやけどなんでねっていうとこかな。あとまあ回避無効も、他のね、今後長い目で見てパッシブスキルが他の、パッシブがついたとしたら、まあ、回避無効はあんま使わないよねみたいになっちゃいますね。まあでも現時点でも非常に強いキャラクターですね。まあ、即のフォローだと親父いるやんけ、全く同じとこに。まあ白夜はねもう頭抜けてるとして、弱体付きの機械うるきで氷結クール 14% 短縮の、クリスマスネリエルとかその辺が A かなと。まあ癖が強いけど、千年夜市さんとかね、とまあ山地のこっちもかっこいいと思いますね。同じ千年決戦編でやけどで、能力的には強攻撃ダメージアップ 40% があるんで、一心の方がスペック的には上かな。この氷結無効、やけど無効でちょっと取られちゃってるのがもったいないところですね。千年決戦編山地よりかはいいかな。まあ白夜は超え、もう突き抜けすぎてて超えられないけれども、まあ、2番手を争うにはいいキャラなんじゃないでしょうか。非常にどれも使いやすいです、強攻撃が。どこかな。いやとにかく俺はこの森川さんの演技がすげえと言いたい、っていうところですかね。そして闇鍋、まさかの千年決戦編第4弾が入ってきましたね。これは嬉しい人が多いんじゃないでしょうか。下段もいまだにバトルで使えるチャドとか、グルバトで使われることの多いとか、レイドでも使われることのある、まあ、リンク4として非常に優秀な、筆画屋、まあ、その他は、まあ、強楽さんとかは僕旋回門でも使ったりしますし、ネリエルも同じく旋回門でも使うし、この駒村も、まあ、瀕死さ、知識生存でなんだけれども、能力的には非常に使いやすいですね。通常3段だけど非常に強攻撃が使いやすいです。で、千年決戦編挽回1号、いまだにまあ全然強いキャラだと思います。で、ちょうど話に出ていた頼石さんがちょうど、一心と被るけれども、まあ、変身持ちでクール回復できるし、同じく変身で、クール回復できるバッハ、僕このバッハで隊長キラーのグルバと言ってますからね、いまだこの強さいけると思います。
で、まあ、技ホローキラーで初の復活持ちとなっていた、千年決戦編キスケ、ここだけまあってとこかな僕はというと下段プラスバッハがレベルマーというね、なかなか厳しい戦いを強いられておりますが、今回もですね、ステップ20まで星5確定がありますと。どうですかね。いや、この第4弾のキャラクターは非常に魅力的なキャラクターでもあるんで、持ってない人はぜひね、ここら辺もコンプできるようにステップ20まで回せればいいんじゃないかなと思います。僕はまた、2体出るまでは回しますんで、明日頑張ります。なんとこうかな。はい、今回はここまでにしましょう。皆さん、じゃあ明日から千年決戦編、明日頑張って回していきましょう。これはね、いいと思うよ。まさか千年決戦が3ヶ月連続で来るとはね、ちょっと大方の予想を裏切る形ではありましたけども、こんなペースで出して大丈夫なのかとかいろいろ考えますが、いや、いいね、楽しいっす。はい、頑張って引いていきましょう。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。